おはようございます。おはようございます。はい、まずはお知らせですかね。そうですね、はい、11月の催しで上野グリーンクラブで行われる年に1回ある商品盆栽の大イベント、秋画展。秋画展上野グリーンクラブで11月の1、2、3の3日間金土日行われます。はい、これは有料催事なんですよね。はがきが割引券になっておりまして、このはがきは上野グリーンクラブの常設売店に大量に置いてありますので、もし割引券欲しい方は事前にグリーンクラブの常設売店のレジのところに取りに来てください。はい、入場料700円が500円になります。はい、でうちも出ます。はい、で、土曜日2日のお昼過ぎですね、2時だったと思うんですけど、うん、無料の講習会があるんですけれども、あの私が講習で、ミニ盆栽と山野草のミニをやりますので、はい、1時間ほどですね、どなたでもあの観覧できます。はい、よろしくお願いいたします。それと、はい、11月23、24にもイベントが、はい、まだチラシができてないんですが、いつも11月のちょうど20日から1週間ぐらいですね、京都で大寒天という催しがあるんですが、今年はうちは参加できないので、代わりにうちの方で盆栽王の祭り、盆栽王のフェス、名前は確定してないんですけど2日間開放するという形で、どなたでもご来店いただき、予約なしで、いつもあの私たち、グリーンクラブに行ったり催しに行ったりして、うちにいてなかなか会えないんですよね。土日お店閉まってますから、うち、今回は23日土曜日と24日の日曜日を開放するっていう形で、うちの庭はもちろんですが、はい、いろんなイベントがあります。そして協力していただくのは、気楽会のメンバー、はい、それからボンスキー所のメンバー、あと小石窯の、はい、石田小石さんもいらっしゃいます。もちろんあの販売、鉢、それから盆栽苗木、全部うちにあるものを販売いたします。はい、さらにイベント的な催しで大河君の鉢作り教室、これはもう限定でやると思うんですけれども、うん、予約制ですかね。そうですね、うん、であの焼き上がったら発送という形になります。はい、あとは原紫水さんの、まだこれはどっちをやるか決まってないんですけど、豆盆栽講座か豆鉢の作るのをあの見ることができる、生で見れると。そうです、そうです。これは、ね、1時間ぐらい、うん、予定しております。あとはボンスキー場の方たちも何か考えているということで、そちらの方はこれから決まっていくと思います。はい、でうちはあの地乗りが悪いんですよね。大宮駅からバスで20分ぐらいなんですけど、うん、バスは結構出てるんですけど、お車でお越しの方、うちの駐車場をちょっと会場の方に使ってしまうので、すぐそばに隣が病院なんですけど、病院の調剤薬局っていうんですか、薬局があって、そこが23、24は休日なので営業してないので、駐車場広いのがありまして、そこを今借りるあの交渉をしてるんですが、多分大丈夫だと思うんですけれども、まだお返事が、うん、はいというお返事はもらえてないんですけど、そうしましたら大体結構泊まれます。どなたでも来れる、うん、うん、そうで、その駐車場から歩いて1分半ぐらいですか、うんうん、うちまで近いですから、まあ、ここはちょっと確定してからまたお知らせ。そうなんです、駐車場の方は。ここに今テロップで出てるかもしれないすいません、で、あとはご飯食べるところもあの田舎なんでないので、なんか食事関係も今考え中です。はい、これはまだ煮詰めていくところですけれども、うん、はい、イメージ的には豆盆栽の、まあ、イベント、販売イベントっていう感じで。そうですね、そうですね。あとは山野草も多少入って、で鉢がうちはすごい量が多いので、鉢の販売も相当できると思いますね。うん、それからあと食とかジータもあの豆盆栽用のものも販売できると思います。豆盆栽好きな人はぜひ来てほしいですね。そうですね、はい、うち開放するの初めてなんで、うん、普段来ても値段もついてないし、サマー入ってるし第一縁主がいないし、うん、空振りして帰るお客様いっぱいいらっしゃいますので、はい、ぜひ、はい、お越しください。はい、よろしくお願いいたします。で、
今日なんですけど、今日は見沼小紫がだいぶ色づいてまいりました、はい、早くにね鉢にあげてあげたかったんですが、暑いのと忙しいのでもうとうとう色がついてしまいましたんですが、はい、これね刺してねもう苔乗っちゃっててもうパンパンになってますけど、刺し木して3年か4年ぐらい経ってるかもしれないね、結構ね経ってそうな、こんだけ経ったやつなんですよ、うん、でこれを鉢上げして展示会とかなんかにねかっこよく飾れるような形にしたいと思います、はい、まずこれを抜きます、はい、抜けるかな、すごいパンパンなんだよねこれはこの3年ぐらい経ってるけど伸びたら剪定伸びたら剪定を、そうですね、もうひたすらだから最初は葉っぱもちょっと大きかったんですけど、うんうん、だいぶ詰まってきましたね、ほらこんなになってる、すごいパンパンです。でこの苔もね全部落としてやんないといけないので、きれいにきれいに掃除をして、で紫式部はねこの気温でしたら結構ね挿し木がね4月からね9月ぐらいまでつくぐらい、うんうん、丈夫なあれなんで多少根をね思い切って切っても枯れません、はい、水の管理さえちゃんとしていただければ、はい、木自体は丈夫な木なんでね。この見沼この紫ってどういう特徴があるんでしたっけ。小さくても花芽がつきやすい、あ八つ草系なんですよね少しね、はい、だから普通だとピューって伸びるんですけど上の方にしかつかないんですけど、これはこのサイズでもよく実がつくという、そういうまあでここのやつなんですか。そうですね、うちのすぐそば の, 林で鳥が種を糞をしたところで生えたやつの中の一本で、うん、なんか他の木より八つ草になってたという自然界が生んだ偶然の白物ですね、はいはいはい、結構求めてくる方多いみたいな、うん、だけどね生産間に合わないでしょ、うん、そう元の親を道路拡張で切られてしまったので先に枝を切って庭に刺して庭で大きくしたんですけど、うん、うちの向こうがね丸刈りにしちゃったんで今日今年刺せなかった暴毒がなんつこつすんだみたいな庭木だと思って切っちゃったんですよ。なんでねちょっと今は実ついてるのが何本かと、あと来年の花芽ついてるのが何本かありますけどね、うん、こういうね枝のこういうところからもすぐ根っこが出ちゃうんですよこの、はいはい、この種類はね、だから余計なところの根っこがあったら切りながら、うん、いやー硬いです硬いですこれ3年分の、はい、みっちりまっちりしてます。一回洗いますね、はい、洗わないと元が見えない。じゃあ今年あんま在庫ないってことは週賀とか、週賀も限定ですね、限定で、うん、限定っつってもどうしたらいいんだろうね、どうしたらいいか分かんないんだけど、うん、そんなに数がない、うん、数ないですね、刺し直ししないといけないかな、うん、こういうところにほらこういうふうにほら宙に浮いた根がねここ出るんですよ、うん、こう簡単にね、こういう根をねいらないなと思ったらこれはちょっといらないでしょうこれ、うん、で引っ張って取る。でこの根っこ切った傷なんかはねもうすぐに分かんなくなります、この木はすぐ巻きますから。枝についた苔が汚いこれ、うん、これは綺麗に取っていかないと。これ実はどのぐらいまで、鳥に食べられなければ1月、うん、2月まで、あじゃあ落ちません。秋の飾りでも飾れるのか、結構長いですよ。今年急に色がついたんですけどね、うん、11月の展示会とか1月の展示会でも飾れますよね、もちろん、うん、でも数がないから僕は我慢しようかな、じゃあね、僕もほらそうです、ね、展示会があるからどうしようかと思ってるんですけどね、そうちょっとねどうなんでしょう、本数が今見たら、うんうん、奪い合いですね、じゃあよいしょね、本当は実ついてない苗木の方、はい、うん、もっと大量に出したかったで、これ見本でねこうなりますって見本で取っといたの、 そ、ね、それ取っといた方がって感じは、お客さん来た時も絶対売らないように取っといたのしょうがないもんね、見本がないと分かんないし、はい、あれだこっち切っちゃいますね、ここのところにね、結構ちっちゃく、はい、ちっちゃくしますよ、もちろん
で上もちゃんとちっちゃくなりますから大丈夫です。で一回これで粘りが出るかな、出るっちゃ出るんだけど出ないっちゃ出ないね。このサイズで粘りですもんね。やっぱ粘り見えないと、うん、ねえ突き刺したみたいになったんじゃ根があるかどうかも。で今葉っぱ落とします、はい、根を切ったから色変わってますよね。葉っぱも少なくした方がいいんですよね、うん、そうですけどもう汚いからね色がね、多少落としても簡単に取れますね。下に向けて引っ張ってください、うん、これね色の悪いやつ、そうですね、あと大きい葉っぱね、うん、ちょっと大きいかなみたいな感じのやつをと、実が見えないから、はい、実の元にある葉っぱはあの飾るときは必ず取った方がいいと思います。少し減らしても今から別にあの花芽に影響はしません。ここを取りたいんだけどここも取りたいんですよね、うん、ここにあると実が見えない。であとはね切ります。少し枯れ枝ね、枯れ枝切ってで、ね、こうパッと見て本当はねこういう枝もねちょっと切りたいところですが、これが来年の花なんですよ、はい、それ花芽、うん、これが花芽なんですよ。これがこれちょっとプクッとしてる、うん、でこれがそうですね。で花芽じゃないやつはすごいちっちゃいんですよね、見えないかもしれない。こういうのここにあるのはもう葉芽ですね。でここの先端がこれが花芽なんですよ、はい、だからこれ切っちゃってもいいんだけれどもこっちにあるから来年はこっちに実がつくと、うん、はいはい、そういうわけでここを今年見るわけで、ここ出っ張ってんの嫌だったら葉っぱ取って目立たなくするって手もあるんですけどね、どうかな、実が見えないね葉っぱがあるとね、うん、うん、そうそう、ここにも花芽があるからね、こっちのはいらないっていうかいらないんだけど、まあつけときましょう。ちょっと大きくしたい人だって世の中にいるわけですからね、そうそう、何でもちっちゃきゃいいって本でもないっていうのもありますから、とりあえず今年はここ、来年はこれとこれとこれとこれが花芽になるね、うん、はい、ほとんどこのサイズでまたつくと思いますよ。OK ですね。ここね、本当はこれまっすぐなんで切りたいんですけど、うん、実がついてるから我慢して、うん、はい、実がダメになってから、実がダメになったらこれ切った方がいい。これこの枝、この枝まっすぐ出てるでしょ、そうですね、うん、これね、ここで切ればこの辺から発芽するけど、でもいらないと思うんだこの枝、うん、もう実終わったらここで切っちゃう、はい、プツッとね、針金かけて曲げとけばね、使えるんでしょうけどね、うん、そこまで手が回らないんだよ、数がね、数があって、はい、こんな感じですかね、はい、ちょっと多いかな、葉っぱがこのくらいにしとけば、うん、飾った時も OK です。はい、これに入れる鉢ですね。鉢どうしましょう、ね、紫の実ね、何がいいかな、普通はね、白っぽいの使うんですけどね、白とか黒がうん、いいんでしょうけどね、このサイズの鉢で、こんなんでも、ちょっと大きいかな、うん、私的には大きいんです、これは大きいね、大きいね、こういうのとか切って、そう、うちはね大きいね、でも大きいねっていうとびっくりされる方が多いんですが、うん、ちょっと柄あるとあれかもしれない、青黒がいいか、素人さんの手作り鉢でね、はい、古い鉢なんですよね、誰が作ったか全然わかんないという感覚的にこの黒があるかもしれない、これがこんな感じになりますね、うん、ちょっと曲げたいのいっぱいね、完全に葉っぱが落ちると雰囲気変わるんだけど、ね、そうですね、もっと、ね、うん、渋くなりそうですね、うん、これ丸だとこんな感じ、ね、うん、これねちょっと合わないと、うん、これダメ、これダメ、うん、派手すぎるの、この白だったらいいかな、こんな感じ、どっちが前だ、うん、どっちが前だ、こうか、こんな感じか、うん、原さんの、ああ原さんのね、黒丸の黒、
か合う。きた。合う。ちょっと浅くがいいね、やっぱり。うん、ぴったし。なるほど。ぴったし感覚ですよ。葉っぱが本当なくなった時も良さそうですね。そう。もうね、葉っぱがあるうちはね、あんま展示しないのよ。紫式部は。落として展示する。大体。邪魔なのね。なるほど。これが合うね。うん。大学先生。あ、ちょっと浅いの、こっちのよりね。さすが原酒井さん。原酒井さん。白か黒だろうなっていう感じはあったんですけど、ね、うん、これで植えればバッチリです。じゃあこちらで。はい、アルミ線はある、うん。これは昔植え子になる前にね、うん、とてもお安く作ってくれたんですよ。今じゃ。今じゃ全然。そんな暇ないみたいな。あ、こうね。ね、豆だとね、網止めるのもね、ピンセットないとできませんよ。いいよ。これで止めましたね。そしたら今回は、これじゃちょっと粗いかな。こっち。字が下になりますかね、うん、これでいいと思いますね。サラサラサラって、そうそう、一番細かい赤玉土もね、欲しいって人結構いらっしゃるんで、うん、これ自分であんま売ってない、売ってないし、ふるって出るやつなんで、ここまでは売ってるのよ、うん、これがないのね、このサイズは、うん、超豆だと、うん、例えばこのくらいの鉢を使う方はこれなんですよ。そうですね、こっち。なんで時々買いに来る方いらっしゃいます。土売ってくださいっつって。これ何サイズは？芝目。芝目っていうの？うん、芝目だね。でも芝目のホームセンター買うと柔らかすぎて粉なんですよ。粉なの、粉、うん、一応これあの赤玉、個室赤玉のふるった粉取ったやつなんですよね、ちゃんと。じゃあこれをこのサイズ買えば、ふるえば作れると。どうかな。どうなんだ、これを売ってる？売ってます。こっちだよね、こっち小粒はね、まあ、極小かな。ふるえば、うん、出ますけど、ほんのちょっとだよね。あの、ちゃんと袋で1票買わないと、うん、そうか、うん、小分けになってるやつはほとんど取れないと思いますのでね、はい、網止めます。よいしょ、ギュッとやって、ギュッとやって、2箇所ですね。やっぱどんなにちっちゃくても山野草1箇所止めでもね、なんとかなるんですけど、うん、ちょっとすみません、結構根が張ってるんで入んないと。おっ、入った。植えた後にグラッとさせると枯れちゃうから、やっぱりちゃんと止めましょう。で、こんな感じでね、盛り上がってますね。もうちょっと切っても大丈夫です。こう邪魔だったら、この辺土入れるのにね、土入んないから、これで、あとは芝目っていうか、ふるった。これあの、あれも入ってます、ちゃんと。キリュウズな。キリュウもちゃんとふるって一番細かいの出す。大変だ。大変です。でもやっとかないとね。ただ、土の量すごい少ない日で済むから、土はあの節約できるかもしれない、ね、大きいのやってる人よりね。一鉢でほんのスプーン 2杯ぐらいですか、うん、になりますからね。ここでつっつく、つっつく、ちゃんとつっつく、ちゃんと中まで入れないと土が入らないんでね。はい、もう一度パラパラっと、こんなもんかな。きれいにきれいにね、水入れます。こっち前ですね、こういう感じになりますかね、うん、かわいい、ね、やっぱ葉っぱ全部落ちた方がかっこいいですけど、なんかかわいそうでね、うん、まだ見ま ね、 なんでね、あと2週間ぐらいしたらどうせ黄色くなるから、うん、このパパって取っちゃえばね、はい、これが見沼小紫の夫苗から鉢上げということですね、はい、来年はね、こっちに実がつくのが分かってるので、うん、この枝がまっすぐだから、花見終わったらここで切ります、はい、
これも切ります、うん、そうすると裏表が逆転しますから、うんうんうん、かっこよくなると今度こっちが前になるかな、この辺が、うんうん、そういう風になると思います、はい、丸鉢だとくるくる回せるからいいやね。そうですね、そうですね、はい、はい、おしまいです。コケ貼りました。はい、可愛いですね、うん、まあこのね色がね何とも言えなくてね、はい、うん、もうちょっとねかっこよくしたいなとは思いますけど、とりあえず、はい、あのポットの苗からは上がりましたので、はい、ちょっと添えに使えるかなと思います、うん、はい、シューガーで、何本か販売で、あと今年実のついてないあのこのサイズの苗木もあるんですが、うん、それも持ってきますけど、あの事情により本数が少ないので、はい、まあ、持ってきますということで、はい、じゃあ集荷店に来て、はい、小野さんのところで購入してみてください。はい、はい、あと盆栽用のフェースも、うん、残るように少しは残しておきます。残してくれるそうなので、はいはい、全部持っていっちゃうとなくなっちゃうので、はい、まあ、それ以外にもね、はい、いろいろある、はい、あの刺したこんなちっちゃい実のついてるやつでまだ1年生っていうのはあるんですよ、はい、それはある、ただ形になってないだけでね。そうですね、はい、はい、じゃあまたイベントの、商品とかは続報があると思いますので、はい、はいはい、皆さんお楽しみにと。はい、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。